なに出すんですかと、こんなに出して本当に意味あるんですかと、そこで金銭しぶりが起きるっていうのはつまりどういうことだと思いますか。はい、皆さんこんにちは、教育百科店ヤンと申します。これから皆さんまだ新学年の募集、夏期講習を経て1年間回していくことになると思うんですけれども、その時に面談で必ず出てくると思うのが、保護者からの金銭しぶりっていうのが必ずね出てくると思うんですよ。例えばだけど、中3になった、高3になったで学費が上がる塾とかってあったりしますよね。あと夏期講習、冬季講習、直前講習みたいな風に追加でお金を請求するイベントが発生したりしますよね。その額も 2,3 万とかじゃなくて20万30万だったりするわけですよ。そうすると世の中のお母さん、まあお父さんも含めてですけども、こんなに出すんですかと、こんなに出して本当に意味あるんですかと、この金額はなーっていう風に、まあ金銭でしぶりが、まあ、出るわけですね。その時の対処法っていうのはね、まあ2つちょっと話したいと思っています。1つ目はあくまでも応急処置、2つ目は本質的なところを話したいと思っています。まず応急処置に関してなんですけど、まず塾生を他塾に取られるぐらいだったら自分の塾に入れた方がいいっていう感覚をまず持ちましょう。そうするとどういう提案になるかっていうと、まあ、基本的には1科目提案になるかなと思います。例えば中学校1年生の子に英語だけで入塾してもらう、高校1年生で数学がつまずいた子に数学だけ受講してもらうっていうような、いわゆる1科目プッシュ型というのは応急処置としては使えると思います。あ、じゃあそれだったらまあちょっと英語もなんかさっぱりわかんないみたいだし、高校の数学もさっぱりわかんないみたいだし、1万円から2万円ぐらいの間だし、まあ入ってみようかなと思って他塾に取られずに一旦抱えて、その後に3科目受講しませんか、5科目受講しませんかっていう流れになっていくのが中学生、高校生の場合は受験科目を全部取りませんかっていう流れにいずれなっていくというのが、これが一つ目の応急処置パターンです。ただ推奨はしてません。めちゃくちゃとりあえず1科目で入塾してもらってからなんとかすればいいやっていう考え方だと、また後で科目を増やしてもらう時とかにいろいろ手間がかかるんで、僕的にはこれはあくまでも応急処置の手かなと思っています。で、二つ目なんですけど、そもそもよく考えてください。なんで金銭しぶりってのが起こるんですか。面談をちょっと想像してほしいんですけど、金銭の話が出てくるのって話の後半ですよね。基本的にいきなりじゃあ今日よろしくお願いしますって言って、我々の塾の学費の方をまず お知らせしますって言って学費からバーンって見せる塾ってまずないと思うんですよ。まず苦手科目何ですかとか、偏差値どんなもんですかとか、部活何やってますかとか、普段勉強してますかとか、そういう話から入ってると思うんですよね。で話がバーって一通り終わって、で料金なんですけどって言って持ってくると思うんですよ。なので料金っていうのはどんなに早くても中盤、普通は後半に持ってくるものと思うんですね。そこで金銭しぶりが起きるっていうのはつまりどういうことだったんですか。それは序盤の話の内容が足りてないからですよね。僕は金銭しぶりっていうのはコスパが悪いから起きるものだというふうに認識をしています。要するに前半に話した自分の塾の強みであるとか売りであるとか、そういったものを強く訴求できなかったがゆえに、まあ塾としてはまあまあかなって思ったところに来た金額が予想よりも高ければそれはしぶりますよ。逆に序盤で話した内容がめちゃくちゃすごくて、あ、この教師長の元だったらうちの子供確実に預けられるわ、安心して預けられると思って料金見たら、うん、なるほど、払おうっていう風に思うわけなんですよね。だからもう金銭しぶりをされた時点で終わってるんですよ。金銭しぶりをされたらどうすればいいですかという問題ではなくて、金銭しぶりをされる前に問題があるんだから、その前段階で何ができるかってところだと思うんですよ。一番効果的なのは、ずっと言ってますけどコーチング、あと教育百科店入塾って入力すればいっぱい入塾系の動画出てきますから、その辺の中で全部が全部ね吸収できるわけじゃないと思いますけど、その中で、あ、自分にとって、あ、これなんかこれだったら言えそうかなとか、これだったらハマれそうだなとか、これだったら使えそうだなみたいな風なものをピックアップして使えばいいと。おすすめはコーチングだけどね。なので金銭しぶりが起きた時点でもうジエンドなんですよ。だからまあそっから応急処置で1科目受講ってのをおすすめしていくってのももちろんあるんだけど、でももっともっと本質的なことを考えると前段階に原因があるねってことだから、そっちを修正しないといつまでたっても金銭しぶりの保護者から解放されない、毎回来る保護者が全員に金銭しぶりしていくっていう状況になっていくん
で、まあ、その辺が注意をしてほしいのかなっていうふうに思います。教育百科店の動画ついに1000本超えましたので、その入塾段階でキラートークになるような技、話し方の動画必ずあると思いますから、自分に合うものをぜひ見つけてみてください。一応僕のおすすめを1個だけ貼っておきたいかなというふうに思います。ので概要欄からぜひ見てください。はい、では参考になりましたか、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。